らほら、ねえ、やってるでしょ。ほ、ほんとだ。あっぶな、見つかるとこだった。ねえ、本当にニャスって間違いないわね。最近いつも薄暗くなったらゴソ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 その辺の草むらとこ探ってさ、落ちてるコインとかを探してるんだ。そうなのよ、ニャスってさ、僕、光るものとか綺麗なものとか好きなんだよねとかよく言ってるじゃん。だからなんかそういういいものとかコインとか拾い集めて溜め込んでるのよ。ニャスって物拾いが好きだしね。いやいやいや、ダメじゃん。え、落とし物は届けない。はあ、落とし物は届けないとダメでしょ。でしょ、そりゃ何を拾うかにもよるけど、ニャースがコインとかキラキラしたものを狙ってるんだったらダメじゃん。猫ババじゃん。なるほどなるほど。だから今日こそニャースが拾ったものをどこに隠してるのか突き止めて懲らしめてやんのよ。うん、ちょっとどこ行った、どこ行った泥棒ニャース。あっちだよ。スイーニャース、こそこそ。にゃーにゃーにゃー、ちょっと待った、ついに突き止めたわよ、猫ババニャース。で、何それ、空き缶、ガラクタじゃん。てか、ゴミじゃん。あんた、綺麗なものとか好きなんじゃなかったの？コインとかなんかピッカピカしたものとかさ。うん、ピッカピカ大好き。いや、ゴミゴミのゴミじゃん。綺麗なものが好きだから、綺麗な街に住みたいなって。ピッカピカの街って気持ちいいし。ああ、だからゴミ拾いしてたんだ。うん。こんな暗くなってから？お昼は眠たくなっちゃうんだよね。いや、夜型。えらい、ニャス、すっごいえらいじゃん。そうかな。うん、かっこいいよ。ミミロルがさ、ニャスは落ちてるコインとかを拾って猫ババしてるって言ってさ。いや、だってそういう感じで。泥棒ニャスとか言ってたし。本当に？ちょっと、何？何その言い方？そんな言い方したら私が悪いみたいになっちゃうじゃん。さっきも猫ババニャスって言ってたし。言ってた。だから、違うのよ、違うの。ねえ、ニャース、僕も明日から一緒にゴミ拾いやっていい？てか、僕も街をきれいにしたい。もちろん、大歓迎だよ。じゃあ、もう、なんなのよ。私だってやるに決まってるでしょ。やります。だいたい、まずゴミをポイ捨てするのが悪いんだからね。たく、物拾い、ポケモンの特性の一つ。冒険中やバトル中に落ちている道具を拾ってくることがある。ポケモンのレベルが高ければ高いほど高価な道具やなかなか手に入りにくい道具を拾ってくる。手持ちポケモンを全て物拾いにして効率的に道具を集めているトレーナーもいるらしい。